はい、えー、欲しいものに無邪気になるまさにその通りですね幼い頃欲しくて欲しくてしょうがなかったものそれがですねその思いが本気だったらその思いが消えてなければこの40代50代になった時に必ずそれが手に入れられるようになってるんですよだってそうですね10歳の時に欲しいなと思ったものがそれから30年かけても手に入らない40歳になっても手に入らないっていうのはやっぱりねそれほどのエネルギーではなかったと思うんですよ でその欲しいものを手にするための優先順位も低かったことなのかなと思いますよね。まあでも人にはいろんな事情がありますんで本気なんだけどできないってことがあると思います。私は実はこの考えにあんまり同意できないんですよね。えー、よく私がねそれを思うのが、あのー、広島カープっていう野球の球団があります。でカープのマツダスタジアムですねズームズームスタジアムに入るそのチケットがあるんですよね。そのチケットが転売されて 20万とか30万っていうね値段をつけることがありますで、そうすると必ず出てくるのがこんなに高い値段つけられたら本当に、えー、カープが好きで見に行きたい人が行けないじゃないかっていうねそういう考えがあるんですよでもそのチケットって売れるから20万とか30万の値段がつくんですよねじゃあ20万30万払う人って行っても行かなくてもどっちでもいい人が買いますかね行きたくて行きたくしょうがない人がその値段でも 自分は行くよと本当に好きなもんっていう感じで買うと思うんですよだからやっぱりねどうしても手に入れたいものって少なくとも誰にでも手に入るそのね状況はあるんだと思うんですよ、うん、でもこういうとまたね本気で欲しいと思ってもでも自分では無理なんだとそういうふうな意見もありますよねだからそれは一人一人の事情があるんで一刀両断にしてはいけないかもしれませんけどもでも 結局、結果的に手に入れないってことは、本気度は手に入れた人以下だったっていうことなんですよ。市場ではですね、この資本主義の社会では、一番欲しいと思った人が必ず手に入る、手に入れることができる、そんな原理が働いてると私は思います。だからこそ、本当に簡単な話なんですけども、お金さえ出せば、お金の出す順番で手に入れる人と手に入らない人が決まると思うんですよ。人格とか、 人なんかその生まれとか学歴とか全く関係なしんですよお金で金額出せば手に入るっていうのが最も平等なんではないかなと思ったりするんですよね機会が均等なんではないかなと思いますだってりんごが1個1万円ですよって言っても1万円出せる人は買えると1万円出したいんだけども1万円はあるんだけどもなんかお前嫌いだから売ってやらんっていうことはめったに起きないと思うんですよ、うん、でもすごく人格のいい人 すごく皆に好かれてる人その人が1万円のリンゴを買いに行くときに「あ三300円しかないんだよね」って言ったら売ってくれますかね少なくとも1万円出すって人と300円出す人を並べて1万円の商品がありますとどっちに売るのが正しいのかなって考えたらやっぱり1万円の商品を1万円払う人に手に入るのがあのフェアな姿かと思うんですよそうなるとさっきのカープの例でもですね万万とかがが値段がついても いやもう大好きなんでその金額でも払えますっていう人が本当に好きな人本当にカープ見に行きたい人なのかそれともいやいや1万円以下だったらね行くけどね1万円以上だったら他の都合もあるんで出せないよって人が本当に好きな人なのかどうですかねこれは自分がねまあ恋愛をしている対象の人に対しても同じことが考えられるかなと思うんですようん一一番番思いががある人が一番 まあ、なんか思いを傾けられるしその人のために行動できるしみたいなことだと思うんですよ。さあ動画のまとめになりますけども私はどうしても欲しいものがあった時に大体3秒ぐらいでですねあまあまだその時期じゃないなと思ってさっと気持ちを切り替えるものとあこれは手に入りそうだなとよしずっとそのことばっかり考えていようとそのことをどうやって手に入れようかいつ自分のものにしようかってことを考えていこうっていうふうに考えます。で、まあ、ですんで私が 念じたものっていうのは、近いうちに手に入るし、意識にないものっていうのは、別に欲しくないものっていうふうな切り分けがすぐできるんですよね。最近ですね。このデジカメ買ったんですよ。でも。私実はね、同じもの持ってるんですよ。なんで二個買うのか。ね。それは。まあ、欲しかったからなんですよね。利用するんですよ。二つも使いますよ。二つも使えるんだけども、同じのを買うんですよ。まあ、こういうことが私結構あります。 で、なぜかというとですね、これ、まあ、定価で言ったら3万、4万するんでしょうけども、もう最近はメルカリとかでですね、1万円以下で中古が出てるんですよ。しかもデジカメって結構飽きられてるんですよね。最近デジカメ使ってないから売っちゃおうみたいな方が多いんで、もう買い手市場なんですよ。私はこういうのをね、ポン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 買います。で、なんで買うかっていうと、まあ、それぞれにね、使い方を変えているんですよ。設定を変えているんですよ。で、いちいち設定を直していたら、 いろいろとね、ロスが多いんで、私の場合は、こっちの設定とこっちの設定、ストラップの長さを変えてですね、えー、どっちの時に何を使うのかってことを決めてるんですよね。まあ、そういうことをしても、通用するぐらい、物、まあ、は安くなってるかな、手に入れやすくなってるなと感じます。えー、実際にね、これがね、1万円とか手に入る。もちろん、あのスマートフォンで撮影するときもあるんですよ。スマートフォンで撮影するときは、これだけ持っていきますけども、デジカメの性能を発揮したいときは、こういうのを持っていきますね。 まあちょっとね私の個人的に欲しいものの話になっちゃいましたけどももう一回まとめますと絶対欲しいものっていうのはあの手に入るようになってます、うん、単純にお金さえ出せれば手に入るということもあります相当希少者で世の中にいくつしかないっていものそういったね特別なものはちょっと変わってきますけども大体店頭に並んでいて価格がついてるものは誰にでも手に入ると思うんですよであとはね何が手に入らないかっていうと、うん、そこに向かう金額を叩き出す 思い情熱内側から出てくる、うん、その欲求なんではないかなと思いますそこがですね子どもの頃のようにあの本当にねあのお父さんとかお母さんの前で寝転がってダダをこねるぐらい欲しいのかそれともまあそこまでは無理しなくてもいいかって思っちゃって情熱を冷ますのかそこに尽きるのかなと思いますよねきっと義経さんは R34 っていうのは欲しくて欲しくてしょうがないという思いがあっていまだにですね、えー、その R34 っていうものに惚れ込んでいて。 やっぱいいの買ったなぁと思い続けてるんじゃないかなと思いますまあある意味ねあのー、車のローンを払うってことはその払うたんびにその車にの愛情を確かめられるのかなと思います今若者の車離れと言われてますけども実はですねアメリカの高級会社カマロっていうのが日本の若者に売れてるそうなんですよやっぱりね欲しいと思わせるものは、うん、手に入れる人が多いということなんじゃないかなと思います そしてテレビ離れの時代でも面白いテレビっていうのはやっぱり視聴率がね20%とか30%とか40%とか未だに出るものがあるんですよねだから本当に人が欲しいものをどのように自分が作っていくかそれはビジネスも通じますし本当に欲しいものに出会った時っていうのはどんな無理をしてでもそれを手に入れてしまうのが人間の欲求ではないかなと思います本日は以上です